皆さんこんにちは、証券ママです。今日はリンゴと柚子のジャムを作ります。リンゴに柚子を少し入れることによってとっても爽やかで美味しいジャムになります。作り方もお鍋一つで簡単にできるので、ぜひ最後までご覧になって作ってみてください。それでは材料です。まず今日はこれリンゴ2個です。今日だいたい2個で 730g ぐらいあります。それから柚子も2個。この柚子は1個130から140g のちょっと大きめの柚子です。あとは上白糖です。これはリンゴとこの柚子の重さを測ってから後でお砂糖の量は決めていきます。これグラニュー糖でも大丈夫です。お好きなねお砂糖で大丈夫です。材料は以上です。はい、今日はですね柚子の皮と果汁を使っていきます。まずねこういった柚子を半分にね切ります。横半分に切ります。そしたらこれでまずね果汁を先に絞ります。はい、果汁を絞ったらねこれをちょっとね茶こしでこしておきます。そうですね、2個で 30cc ほどね、大さじ2ほど取れました。そしたら、この種は、ジャムにとろみをつけるために捨ててしまうともったいないので、こういったお茶パックありますよね。こういった不織布みたいのでできた。この中にね、種はね、全部入れてしまいます。はい、こんな感じでね、種はこういった、お茶パックに入れて、これね、ジャムを作るときに一緒にね、煮込んでいきます。これね、ペクチンがあってとろみが出るのでね、これ捨てないでね、取っておいてください。そしたら、柚子の皮をね、今度は切っていくんですけれども。中身は全部取り除きます。そしたら、皮だけ切っていくんですけれども、このね、白い綿ありますよね。これがあるととっても柚子って苦いので、ちょっとヘタも取りますね。これをスプーンか何かでこそげ取っていきます。ちょっとやりづらいのでね、半分にちょっと切ります。そしたらこういったねスプーンでこの白いところをこそげ取ってねいきます。これをねしっかり取ると苦味も遠くなるので美味しくできると思います。はい、このようにね、全部ね、白い綿をスプーンで取り除いたら、これを千切りにしていきます。これね、好みなんですがね、ちょっとね、これね、もうあと半分にして、なるべくね、細い千切りに、ちょっと私はね、斜め切りっていうかね、こんな感じで、本当に1ミリとか、の千切りにしていきます。はい、こんな感じにね全部ね千切りにしました。そしたらこれを茹でていきます。はい、お鍋にこのようにお湯を沸かします。そしたら先ほど切った柚子の皮を入れます。はい、そしたらこれで3分茹でていきます。はい、3分茹でたので火を止めてこれをザルにあげてお水で洗ってきます。はい、こんな感じでザルにあげてね、流水でこれよく冷やして洗ってお水を切っておいてください。これね、以前作った柚子ジャムの場合は3回茹でこぼすんですが、あの時はね、この白い綿はこのこそげ落とさなかったので3回くらいやりましたが、今日は白い綿をね、こそげ取ったので1回ぐらいで大丈夫です。それからこのリンゴと混ぜていくのでね、そこまで気にならないと思います。1回でね、苦味はそんなにないので大丈夫です。じゃあこれは水を切っておきます。じゃあリンゴを切っていきます。はい、リンゴはね、これもよく洗ってあります。皮と芯を取り除きます。そしたらこれでね、重さをね、一度ね、
測ります。お砂糖の量を決めたいので、柚子のね皮は少し水気を少しだけ絞ります。はい、そしてじゃあ皮も一緒に入れて、まずね全体の重さを測ります。これで全部で 663g ありました。そしたらこれお砂糖の量なんですが、だいたい今日は全体量の 40% のお砂糖で作っていきたいと思います。はい、じゃあね 40% のお砂糖ですと 265g のお砂糖が必要になるので、こちらのねリンゴの方はちょっと取り出してしまいます。まだ今から切るので、これねリンゴ切ると細かく今から切っていくんですけれども、切ると本当に色がすぐ変わるので、お砂糖を先に入れてねその中に入れていきたいので、柚子の皮はねもうこのまま入れておいていいです。はい、じゃあ 265g のね上白糖を測っていきます。もう鍋の中に入れてしまっていいです。結構ねジャムってお砂糖がね結構いりますけれども、今日のねこのジャムそんなに甘くないです。リンゴのね甘さによっても少し違ってくると思うんですけれども、お好みでね 50% くらいまでは入れてもいいと思います。今 100g 入りました。もうちょっとですね 265g 測ります。はい、 265g 上白糖がお鍋に入りました。そしたらリンゴを切っていきます。はい、これお好みなんですけれども、リンゴの大きさは今日はね、そうですね、私はこの4分の1個さらに4等分くらいにして5ミリ角くらいでしょうかねに切っていきます。これね大きくゴロッとがいい方はねもうちょっと大きく切ってもいいです。そしたらもうどんどんこのお砂糖の中にね入れていきます。はい、こんな感じにねちょっとこの今日ねちょっと小さめにね切ったので、ちょっとここ手間なので、もしねめんどくさいなって思う方はこれおろし金でおろしたり、あと半分をねおろし金でおろして、あと半分をこうやってねちょっとね角切りにしたりしてもいいと思います。ちょっとね歯ごたえをちょっと残したいので、今日はね全部角切りにしましたが、ミキサーなんかに入れてねガーッとこうすりおろしてしまってもいいです。そしたらねこれ先にお砂糖を入れたのは、これ切ったそばからちょっとねこう時々お砂糖になじませながらどんどん切っていくと、ちょうどね切り終わる頃にお砂糖がねこう全部こうなじんだ感じにねなってね、とってもいいと思います。はい、そしてねこれでね少しね時間がある方はこれね少しそうですね10分とかこうやって置いておくと、リンゴから水分がねいっぱい出てくるので、こうやってしばらくね置いておきます。急いでる時にはもう火にかけても大丈夫なんですけれども、少しねじゃあ今日は5分から10分ぐらい少しこうやっておきたいと思います。はい、こんな感じにね10分ほど置いておいたら、こんな感じでねもう水分がこうたくさん出てきました。わかるでしょうか。そしたらこれを火にかけていきます。はい、それでは火にかけていきます。まず火をつけます。はい、そして先ほどねこれ絞っておいた柚子の果汁もここで入れてしまいます。そしてちょっと軽くね全体を混ぜます。そしてですね種ですね、お茶パックに入れておいた種もちょっと端の方に入れます。これとろみがつくので、そして沸騰するまではこれね今ねちょっと強火で火をつけています。はい、こんな感じにね煮立ってきました。そしたら火を弱火の強火から中火ぐらいでしょうかねに落とします。そしてねこうもう少しするとこれアクが結構出てくるんですよ、こういう感じで。はい、そしたらねアクはねこまめに取りながらね煮てください。
ちょっとねもう少しするとアクが真ん中にこう全部出てくるので、こうね結構こう泡みたいな感じですが、アクが出てくるので、アクはねこまめに取りながらこれね煮てください。はい、じゃあねあとはこのままね、これ水分がまだだいぶあるので、そうですね15分から20分ぐらいでしょうかね、煮ていくとだいぶこの水分が減ってジャムになっていきます。じゃあねしばらくこんな感じのちょっと弱火の強火ぐらいの火加減で煮ていきます。はい、こんな感じでね今16分ほどね煮ました。途中でちょっと火をね弱火の強火からもう少しね弱火の本当に弱火に今しました。こんな感じですね。これちょっとゴロゴロしたジャムなので、すりおろしたりミキサーにかけたジャムと違ってね、こうちょっとこの完全にはねこう潰れる感じではないので、今日は存在感を残したかったので、これお好みなんですがこのぐらいでねもう止めていいと思います。こんな感じです。まだ水分が少しこうある感じなんですけれども、ジャムはね冷めると固くなるのでもうこのぐらいでいいと思います。じゃあ火を止めます。はい、そしてねこの種はねもうこれは取ってしまいます。種のねこの袋は取ってしまいます。じゃあねこれでもう出来上がりになるので瓶に詰めていきます。はい、それでは瓶に詰めていきます。ですね、こうジャムはですねこれ冷めてから瓶に詰めないで、熱いうちに瓶に詰めてしまった方がやはりね保存が効くので、まあすごく熱いと危ないのでね、もう私これもう今はもう出来たてでこれで瓶に詰めていきます。こういった瓶を煮沸消毒しておいてください。だいたいお水からね熱湯に入れると瓶が割れることがあるので、お水からこの瓶を入れて沸騰してから5分煮沸するといいと思います。蓋もね煮沸してください。だけど蓋はこういうパッキンがついているので、蓋は最後に 1,2 分煮沸消毒してあげてしまってください。今日はこういったねスプーンもねついでに一緒にね瓶に入れるスプーンも煮沸しました。じゃあ瓶にねこれ入れていきます。はい、こんな感じでねちょっとこれそうですねこの瓶で3瓶ぐらいできました。そしたら蓋をします。もう熱いうちにやってしまっていいです。そしてこのようにね蓋をしたらひっくり返しておきます。はい、なぜひっくり返すかというと、これの方が空気に触れにくいので持ちがいいと思います。常温になったらこれを冷蔵庫で保存します。はい、これでリンゴと柚子のジャムの出来上がりです。ちょっと今日は存在感を残すように角切りにして作ってみました。これお好みですりおろしたりミキサーにかけて作ってもいいです。はい、それではね出来上がってね冷めたのでちょっといただいてみたいと思います。今日はですねこれヨーグルトにねプレーンヨーグルトにちょっと乗せてみました。はい、じゃあいただきます。これねヨーグルトにね私ちょっとねこれうちヨーグルトを毎日食べるのでヨーグルトと一緒に食べたかったので、今日はねちょっとね存在感を残したジャムにしました。じゃあね一緒にいただいてみたいと思います。じゃあいただきます。そんなにすごく甘くなくてちょうどいい甘さです。リンゴのこの甘酸っぱさにこの柚子のねアクセントが効いていて本当に美味しいです。今日はこの皮をね白い綿を取って茹でているのでね本当に苦味は少なくなっています。柚子は柚子だけでジャムもとっても美味しいんですがね、こうやってリンゴに少しね入れて食べると本当にこれはこれですごく美味しいジャムになります。2個に1個か2個ですね、リンゴ2個に柚子1個か2個でちょうどいいと私は思います。それからですね、今これねひっくり返したんですがまた元に戻しましたが、冷蔵庫で保存するときにはこれね蓋の方を下にしてひっく
繰り返してこれを保存した方が持ちはいいです。なるべくね1ヶ月ぐらい以内で食べてみてください。今日はね、柚子ジャムよりもお砂糖を控えめに作ってあるので、やはりお砂糖控えめだと餅はねそんなに長くないので、1ヶ月ぐらいで食べきった方がいいと思います。とっても美味しくできました。ごちそうさまでした。皆さん、ご視聴ありがとうございました。他のジャムのレシピなどもあるので概要欄に貼っておくので、よろしければご覧になってみてください。それでは皆様お元気で、また次の動画でお会いしましょう。証券ママでした。